はい、こんにちは、バオチャンネルです。前回はですね、パキポディウムグラキリスっていう植物を買ってみたんですけど、今回も購入ネタですね。ある視聴者さんからの情報をいただいて、シマモのステラがですね、8000円で買えるっていう情報をいただきました。その理由が、サイトに行って見てみたんですけど、なんかその海外のシマモのリールを置いているストックヤードの一掃をするために、在庫処分として本物のシマモのステラを破格でお送りしますっていうホームページがあったんですよね。それをちょっと買ってみようと思って、2個。注文してみました。ということでね、2個で8000円の2個で1万6000円ですね。で、昨日、一昨日届きました。で、実際今日はですね、シマノのステラを開けてみたいと思います。ね。で、まあね、8000円なんで多分ね、10分の1の値段なんですよね。ね、それはね。そんなシマノのステラが8万円もするのに8000円で買えるわけないじゃないですか。買えると思う？ね、本物が入ってると思う？ね、開けてみようか。じゃあね、それじゃあね。ということでですね、今からそのシマノのステラ、8000円のシマノのステラをですね、開封してみたいと思います。それじゃあ、ママチャンネルスタートでーす。イエイ、ニブロー。はい、ということでですね、いつもはこのスタジオで撮影するときはソニーのカメラ使うんですけど、今日は GoPro で撮ってます。っていうのも理由があってですね、昨日息子たち連れて川である企画で撮影をやってたんですよね。そしたらもう大ハプニングが起きてしまって、まずはですね、その模様をご覧ください。どうぞ。じゃあ聞こえますか？聞こえますよ。どんな声が聞こえますか？変な声が聞こえます。これあそこ絶対乗れるよ。あれ、今日はですね、息子くんたち連れて、一人だと危ないからね、今日はウェットスーツとこのライフジャケット着てですね、近くの川にリバーサーフィンしました。あのスープに乗ろうと思います。ちょっとやってみますね、今から早速。何十年も前のウェットスーツだから、めっちゃ苦しい。身挟まってよ。やべえ、今息子が携帯落としちゃいました。
外した。うわ。はい、ということでですね、息子ちゃんが携帯を落としてしまいました。で、おまけにですね、ちょっとカメラを固定するレバーのところを間違ってちょっと開いてしまってですね、10万円ぐらいするカメラが落下して、レンズがものの見事に壊れてしまいました。ということで、息子のスマホがだいたい6、7万円ぐらい、自分のカメラが10万円ぐらいなんで、昨日17万円ぐらい痛手を負ってしまいました。で、今日ね、息子の方は熊本市内のショップでですね、携帯を買ってやったわけですけど、まあ、約7万円ぐらいしたということで、もうしょんぼりですね。まあ怪我とかがなかったんでいいですね。はい、ということで本題のですね、シマノのステラを開けていってみたいと思いますね。よっこしょ。こちらですね、この中にステラが2個入ってます。代引きで買いました。価格が 18,200円ですね。1個がですね 9,100円ですね。で、9,100円を2個ステラを買いました。1個 9,000 円のステラが買えるなら最高ですよね。ということで、今から開けていきますよ。イエーイ、やったぜ、ステラゲットやったぜ。いや、もう2週間ぐらい待ったですかね。あ、マボチャンネルはステラ3個も持ってるんですよね、みたいな有名なステラが9000円とかで買えるなんかたまんないよね。いや、もう視聴者さん、いい情報をご提供ありがとうございます。大切に使わせてもらいます。うん、なんかめっちゃステラ感がありますねたまんねーぜ。ピピピピピー、よし、じゃあステラを開けてみたいと思います。それじゃあいきますよ、ステラオープン。なんやこれ。うぅ、これも蓋開いてるし、中国語でなんて書いてある、これ両の弦って書いてありますね。あ、まあまあ、これ多分あれ、ステラっていう名前だと何かこう問題があるんでしょうね。はい、これで同じやつが2個入ってます。よっしゃー、じゃあちょっとね、この1個を開けてみましょうかね。じゃあいきますよ、ステラオープン。お、あ、なんだこれ。お、すげえ、ラインが入ってる。ナイロンかフロロのですね、ラインが入ってますね、親切に。キャスはリールを出してみましょう。ほい、お、は、なにこれ、なにこれ、なんやこれ。てか全然ステラじゃないじゃん。ステラの数の字も書いてない。まずこのレバー見てください、レバー。これだってこんなリールないでしょ、このこれ折りたたみ式の高級リールなんか。うーわ、やられたぞこれ。うわ、巻き心地悪っ見てください、この回転がこんな感じ。ダメだね、ちょっと本物持ってきますね。はい、こちらがですね、本物のステラです。だってもう本物だってこんな感じですもん。全然違う、クオリティがまず違う。はい、これがですね、本物のステラです。あ、で、巻き心地がね、もうなんかぬるぬる。比べてみてください、これほら何これ、ほら、なんかまあ似てるって言えば似てるんですけど、全然別物ですね。なんかこのスプールに書いてあるのもなんかすごい安っぽいし、これ正直ね、多分ちびっこ釣り具セットに一緒についてくるリールぐらいのこのクオリティ。あ、けどベール返した時の音がいいな。あ、なかなかいいね。お、音をちょっと聞いてみてください。なんかシャコ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 言ってる。これ本物のステラ、ほぼ落としませんね。なんやこれ、そんなステラが8000円で買えるわけないじゃないですか。いや、だってホームページ見たらめちゃくちゃなんかリアルに書いてあったよ。そんなの嘘に決まってるじゃないですか。買うのはあなたみたいなポンコツしかいませんよ。いや、そんな言わなくていいじゃん。また今回散財しちゃったよ、うん、18000円も出してさ、このリールですよ。本当に
にあなたは大バカ者ですね。うるさい。今結構こういうなんか高級リールの偽物をあたかも本物を送りますっていうサイトがあるんで、まあもうご存知だとは思うんですけど、自分知りませんでしたということで、まんまと今回騙されてしまいましたね。まあちょっとまたお金貯めてですね、海用のステラを今度は買いたいと思います。動画がいいなと思った方は、チャンネル登録、評価の方をよろしくお願いいたします。 Twitter とですね、 Instagram の方もやっておりますので、そちらもぜひご覧ください。はい、ということで、今回もまごチャンネルご視聴ありがとうございました。バイバイ。